ょっとみんな見てください、これ。MacBook を新しく買いました。新しいチャンネル、アキアミニの方でね、この後にね、開封動画撮ろうかなと思うんですけれども、久しぶりにね、ちょっと Mac を買って、めちゃめちゃテンションがウキウキなんですけれども、皆さんこんにちは、アキアです。はい、今回はですね、カメラのね、超基礎をね、皆さん一緒にもう一回ね、復習リセットして覚えていきませんかというような内容になっております。F 値、シャッタースピード、ISO 感度、これ、わかりますか？はい、まあ最初はねやっぱ難しくてわからないと思うんですよ。これは絶対恥ずかしいことでも何でもないですし、僕もね最初はマジで何のこっちゃわからへんかった。レンズとかも変える意味とかもわからへんかった。でも押さえておくとね、めちゃめちゃ写真がねこんな感じでいい感じに撮れたりとかね、動画撮影もねこういう風にねすごく綺麗で鮮明なね動画をね撮っていく、自分がやりたい表現をしていくことができるようになってくるので、こういったねカメラの基礎設定をねもう一回ねこの動画でね見直せたらいいなという風に思って、今回ねこの動画をね作ろうかなという風に思っております。なので今回は基本的な設定はもちろん、シーン別にね僕がどのように設定しているのか、実際にこの時はこういうような設定をしていますっていうのをもうしっかりと事細かくねご紹介していけたらなという風に思っておりますので、ぜひね今回の動画も最後まで楽しんでいってもらえたらなと思っております。ちなみにこの動画ね何回でも見返せるようにぜひねグッドボタンで保存してからね見てもらえたらなと思います。というわけでね、まずね最初に覚えておくカメラ設定なんですけれども、 F 値からやっていきましょう。 F 値っていうのは基本的にレンズ側のね話になるんですよね。でもこの F 値っていうのはこういったねカメラのボディ側からもね設定をさせることができます。でも一応レンズの話になってきます。でそれがですねちょっとわかるかな、このレンズってこんな感じでこう中身にねガラスがあってこう光を通すような設計になってるんですけど、F 値の値が下がる、まあ要は数字が大きくなっていくとこういう風に光の量が少なくなっていくんですね。絞るって言います。で F 値を低くしていく、開放させていくと明るくなって光を取り込む量が増えていくんですね。まあこれが、レンズの F 値の役割になっていて、まあ絞りって言ったりするんですけれども、まあここに F 値のね値が F1.42 とか 2.8、4.5.6 とか8とか16とか22とかいろいろあるんですけど、この値がこう低くなるのが開放で、この値が高くなっていくのが絞っていくっていう風なね、ことになってきます。でこの F 値の値が大きければ大きいほど明るさが少なくなるのでボケにくくてピントが合う範囲が広くなります。で写真や動画も暗くなっていきます。でこの F 値の値が低ければ低い、要は数字が低ければ低いほど背景はよりボケるし、明るく撮影ができてボケ感が多くなるような、そういった形になってきます。なので今僕がこの撮影をねしているモードも F 値が2なんですね。なのでこういう風にカメラの前に何かを持ってくると、かなり背景がボケますよね。これは F 値が低い、F2 で撮ってるからこういったね仕組みになってきますと。じゃあこの F 値っていうのを考えた時に、明るくなるんやったらボケるんやったら下げた方が良くないってなると思うんですけど、でもこういったシーンでは違うんですね。例えばこういう風景のシーン、こういう風景のシーンっていうのはボケ感って必要ですかね。どちらかといえばボケ感よりも全体的にピントが当てる方が良かったりしませんかね。なのでこういった時は F 値をガッと下げて F8 とかまあ13とかまあ22とかにするとかもあると思うんですけど、値を上げてあげて、でこう撮影してあげるとよりねこう全体的にピントが合うみたいな。で一応レンズのね光学性の時にだいたい F4 とか F5.6 とから辺の、まあ、開放じゃないところの方がこう画質っていうのは綺麗って言われていたりするみたいなんですね。実際にちょっとだけ見比べてみましょう。じゃあこれが F1.4 で撮影した写真とこっちが F4 の写真になっています。これだけでもねかなりこうボケ感に差が出てくると思いますので、まあ、レンズの F 値、まあ、F 値っていうのはねこれだけ変わってくるかなっていうふうに思ってください。で実際に僕がね設定してる F 値のね深別設定になるんですけれども、まあ、ポートレートの撮影とか、まあ、人をね人物を撮るような時は結構僕は開放に一番 F 値が明るい状態にさせて撮りますね。まあそれによって結構やっぱこうボケやすいので、被写体がこう背景と分離されてこう際立って目立つっていうか、まあ目を引く写真にはなりやすいと思うんですよね。これはまあ映像でも一緒なんですけれども、まあ、人を撮る時は結構僕開放がとか、まあ、F2.8 ぐらいまでかな下げたとしても、うん、にしてまあ設定することが多いですね。で風景ですね、風景は F8 から F13 とかぐらいがまあ一番綺麗がよく映るのかなというふうに言われているということなので、僕はこの辺で意識して設定していますね。まあ、ただちょっとこう明るすぎるシーンとかでは、まあ、F22 とかまでにして撮ることもあったりはします。で料理とかになってくると開放で撮るとちょっとねこう本当ピント面がめちゃめちゃ狭くなっちゃうんですよ。なので僕は 2.8 とか F4 とかちょっと開けてあげて、まあ、多少前後のこう感じも伝わるようにはしていますね。あと動物ね、動物はね開放ですね僕基本的に。なんかね最近のカメラって動物認識 AF とか瞳 AF っていうのがあったりするんですよ。この目に追従させてねできるものがあって、こういった写真とかも全部目のね瞳にピントを合わせるっていうようなね
超高速オートフォーカスっていうのを使ったりするんですけれども、そういった時にしっかりと瞳に合わせて他をもうぼかしていくみたいなことをよくしますね。まあ、なんでズームレンズであれば開放 F2.8 とか、まあ、単焦点で撮ることあんまないけど、まあ、F1.4 とか、まあ、そういったところで動物はね撮ったりしますね。まあ、そうするとねこう顔にしっかりピントが合ってるんだけど、例えばこのお尻の部分とか尻尾の部分がねちょっとボケていってすごくこう本当にシュッとこう引き込まれていくようなね写真が撮れたりするので、これはおすすめかな。であとスナップですね。まあ、あの街中パシャパシャ撮ったりとかするときにはまあ結構 F4 とか F8 ぐらいのレンジが多いですかね、僕はね。まあ結構ねスナップの場合ってあんまぼかす必要もなく結構記録的な写真とかになるような感じがするので、何か意図的にぼかしたいとかであれば開放に設定していったりするんですけど、まあ、F4 ぐらいでも全然ね、十分なのかなっていうのはありますね。で、あとは星空ね。星空はまあ基本的には開放で撮っています。で、この後紹介するシャッタースピードっていう方がね、星空は結構大事になってくるんですけど、まあ、基本的に開放にして、もう一番こう星空はね、光を取り込めるようにしてあげて、で、撮影することが多いですね。で、あとで一個難しいのが集合写真になってくるんですけど、集合写真っていうのは、何列になるかで結構変わってくるんですよ。1列であれば別に F1.4 とかでもいけるのかな、 F1.4、F2 とかでも全然いけると思うんですけど、2列になると距離が生まれるんですよ、前と後ろので。基本的にフォーカスっていうのはどの部分にねピント合わせるかっていう、こっからここまでのどの部分の位置にピント合わせるかになってくるので距離感なんですよね。例えばじゃあこのカメラの前にこういう風にレンズが来たら、ここのレンズの位置にピントが合ってるから僕にはピントが来ないんですよ。逆にこのままピンが後ろに来て僕に来るんですよね。逆に今こっちのカメラのこのレンズはピントが合ってないみたいな、なんで本当距離感なんですよね。なのでこの距離のレンジが小さくなるのが F 値が開放こう明るくなっていくっていうところになるので、 F1.4 とかで2列って基本無理なんですよね。なので2列3列とかなってくるともう F4、F5.6、F8 とかまで下げていった方が、まあ、あの安心かなっていうのはあったりします。って感じで以上がね F 値の基本になります。で、1点だけですね、 F 値が高くても F4、F5.6 だったとしてもぼかす方法っていうのがあるんですね。それはズームレンズを使うっていうことになってきます。まあ、ズームっていうか焦点距離が望遠側のレンズを使うとよりボケが目立つんですよね。ちょっとこの写真見てみてください。これ F 値いくらだと思いますか？これ実は F4 なんですよね。 F4 でもね全然これだけボケるんですよ。っていうのもこれは 70mm、200mm の、まあ、105mm ぐらいでね撮った写真になるんで、まあ、普通にボケてくるんですよね。なのでボケが目立ちやすいという意味で望遠側にして撮影をすると、まあ、かなりボケやすいというのも覚えておくといいんじゃないかなと思います。というわけで次シャッタースピードをやっていきましょう。シャッタースピードとは何なのか、これはねレンズじゃなくてね基本カメラの話になってきます。カメラっていうのは、まあ、シャッターっていうのがありますね。カメラはこんな感じでシャッターを押すとわかるかな、シャッターが降りるんですね。まあ、そのシャッターがねこうやって降りることによって、まあ、写真とか、まあ、動画もね一応そうなんですけどこう撮影されるんですけれども、シャッタースピードが速いと遅いという風なところでどうなるかっていうと、シャッタースピードが速い、要は早くシャッターを切るっていうのはその分ね光のセンサーのこう遮る速さが速くなるので光がこうちょっとしか入らないみたいな感じになるんですね。逆にシャッタースピードが1秒とかになってくるとちゃんみたいな感じなんで、こう光が入ってくる量が多くなるんですよね。なのでシャッタースピードが速いと光量は暗くなるし、シャッタースピードが遅いゆっくりシャッターを切ると光量は明るくなるっていう風にまずは覚えてください。で、このシャッタースピードっていうのはもう結構被写体にねこう影響するんですね。例えば人間とか動物とかを撮った時にシャッタースピードが遅いとブレちゃうと、まあ、これ結構想像できそうですよね。早くパーンって抜いた方がそのブレがなくしっかりとねこうパーンって撮れると思うんですけど、ちょっとこうシャッタースピードが遅い状態で撮っちゃったりすると、まあ、被写体というのはブレやすくなってきます。まあ、ただこれは表現としてこういうふうに、まあ、車とか例えばこれ流し撮りっていうんですけど、こう僕が渋谷で撮ったんですけど、シャッタースピードをあえて遅めにしてこうちょっと一緒に車とパンっていうふうに振りながら撮ってあげると車にはピントが合うんだけど背景めっちゃ流れるみたいな、これはシャッタースピードが遅いから流れるみたいなね、こういったことも表現ができたりするんですよね。で、基本的には、まあ、僕も聞いた話なんですけれども、レンズのミリ数分の1秒が
が、まあ、最低ラインというふうに言われてるみたいです。なので例えば皆さんがこの 50mm のねレンズで撮影をしたいなってなったら50分の1秒のシャッタースピードで設定するのが基本的なラインっていうふうに言われてる。まあそれ以下にするとやっぱブレちゃうっていうふうに言われていて、まあ、もちろんねこうボディとかレンズの手ブレ補正能力にもよってくるんですけど、基本的にはこれには下回らないようにしてあげるっていうのが大事になってくるみたいですね。僕は結構これよりもね高いシャッタースピード、まあ速いシャッタースピードでやることが多いんですけれども、まあ一応指標としてはあるというようなことになっています。じゃあ実際にね新別にねシャッタースピードを見ていきたいと思うんですけれども、まずポートレートですね。ポートレートは僕はもう F 値を僕は開放にさせるんでもうめちゃくちゃ明るくなっちゃうんですよ。なんで僕はもう結構シャッタースピードはもう6400分の1とかめっちゃこう速いやつでやったりしますね。あと僕的に髪の毛とかが揺れるそのブレとかも結構気になるタイプなんでブラしたくないんで基本的にはね、なんでも超速いもう一番マックスぐらいまで上げて撮ったりすることが多いですね。であとは風景ですね。で風景はまあ三脚で撮るかによっても結構変わってくるかなというふうに思うんですけれども、まあ、F 値とかをこうしっかりとね担保する例えば F8 とか F11 とかにして全体のこう広さでね全体のピントの合った感じで撮るんであれば、まあ、正直全然まあ150分の1とか、まあ、レンズにもよるんですけど例えばまあ200分の1とか、まあ、その辺でも全然いいと思うんですが、まあ、僕は結構多めにね撮っておくこともあったりしますね。で逆に例えばこういう写真ってなんか水がねこう演出としてすごくこう滑らかになっていたりするんですけど、これっていうのはシャッタースピードを遅くしてるんですね。シャッタースピードを遅くすることによってこう水のこう水面が平らになっていくみたいな、まあ、5秒10秒とか空いてるのかなっていう感じになってくるんで、まあ、そういう風にシャッタースピードを上げてあげるとこう流動していくものが絵になっていく、まあ、絵っていうか線になっていくんですよね。水だったら水面になるし波が消えていくしみたいな、こういう表現ができたりするので、まあ、こういう撮影ねこういう風に撮っておくのもいいんじゃないかなというふうに思います。ただですねこういうシャッタースピードが遅いっていうのは、まあ、F 値にもよるんですけど基本的にめっちゃ明るくなっちゃうんですね。でそういった時に ND フィルターっていうのが必要になってきます。まあ、ちょっとめんどくさいんですけれども、まあ、こういうですね外部的なフィルターでね光量を落としてあげる必要があるんですね。これはね西野スイフトっていう ND なんですけど、こんな感じでこうレンズをねこう原稿、まあ、サングラスみたいなこんな感じでレンズにかぶしてあげるんですけど、まあ、こういう可変 ND っていうのがあったりするんですけど、こんな感じでね暗くなっていくみたいな、まあ、こういう ND をレンズにつけて濃度を調整してあげて、まあ、シャッタースピードをね遅くしてあげる。そうするとこういったね、水が流れるような写真が撮れたりしますね。であとは星空ですね。星空がねかなりシャッタースピードが大事になってくるんですけど、 F 値は基本開放にするっていうような話をしたんですけど、これも星空っていうのはだいたいね10秒とか20秒とか風景のね水とかの原理と一緒なんですけど、これも長く上げてあげて光をとにかく多く入らせる。そうするとこんな感じでね綺麗なこう写真が撮ることができたりしますね。まあ光量が足らん時はね30秒くらいで開けたりする時もあるんですけれども、30とか開けるとね星とかも結構動いちゃうみたいなんですね。僕はね全然成形写真家とかではないんでね全然詳しくないんですけれども、やっぱ良くないみたいなので、まあなんでね、まあ、マックス30秒ぐらいで、まあ、できれば20秒とかに抑えて撮ってあげるとすごくね綺麗に撮れたりするみたいな感じですね。であとはね流し撮りですね。ちょっとねこれどれぐらいで撮ってたかなっていうのがねあれなんですけど、 F 値はね全然 F4 とかでもいけたと思うんですけど、流し撮りの時はだいたいね50分の1とかもうちょい遅くてもいいのかな、25分の1とかでもいけるのかな。まあシャッタースピードもねちょっと遅めにするっていうのはもちろんなんですけど、被写体との距離がねちょっと空いてた方があれはやりやすいので、なんでかっていうと被写体との距離が空いてるほど被写体が動いてる時に背景がめちゃめちゃ動いていくんですよね。ちょっとイメージしづらいかと思うんですけど、まあ、そういうこともあって僕はね、まあ、シャッタースピードは遅めにね設定してあげるのがいいかなと思います。よかったらこの動画見てください。これね僕もチャレンジした動画になっています。であと料理とかに関しては、まあ、全然もうほんまに手持ちでサクッと撮れるぐらいにしたらいいので、まあ、200分の1とか、まあ、300分の1とか、まあ、500分の1ぐらいあれば全然ね十分だと思います。で動物に関しても僕はあんまりねブレさせたくないんで、まあ、人間のポートレートと同じ結構早めのねシャッタースピードでやったりしております。というわけで皆さん続いてがですね ISO ISO 感度になっています。 ISO 感度分かりますかね。はい、まあ、聞いたことある方多いかと思うんですけれども、 ISO 感度を変えるとどうなるかっていうのはまずはもうこの写真を見てください。左が ISO 感度が低い100で撮ったもので、右が ISO 感度が高い6400で撮ったもの、拡大してみるとどうですかね。なかなかノイズ乗ってませんか。このように ISO の感度が高くなればなるほど基本的にはノイズが出やすくなってくるんですね。ただ ISO 感度が高くなると、まあ、感度って呼ばれるぐらいなんでもう明るくなっていくんですよ。はい、手っ取り早く光量を確保
できるんですね。めちゃめちゃいいものなんですけれども、ただその分画質が犠牲になっていくみたいな感じになっていきます。なので、まあ、あのカメラによって常用感度とか、まあ、拡張ISOとかあったりするんですけれども、まあ、基本的には、まあ、大体めっちゃざっくり言う話なんですけど、まあ上げても3200ぐらいにしておくと、まあ、基本的にあんまりノイズは、ね、気にすることなく撮れます。ただ、まあ、やっぱもちろん低いね100とか200とかで撮っていった方がもちろん ISO 感度が低い方がね綺麗に撮れるんで、ノイズも少なくて撮れたりはしてきます。まあ、結構ね本当にこれは簡単な話になるんですけれども、まあ、ISO 感度を夜だったらちょっと上げて撮ってあげるとか、まあ、昼はもう元々明るいのでもう ISO 感度を下げてあげるとか、そういったことが、選ぶ必要があります。で、まあ、シーン別のね ISO の設定になってくるとちょっと難しいんですけれども、まあ、僕は基本的に今日中とかねもう基本 ISO は100でいいと思います。はい、絶対に上げる必要はないんで、まあ、低くていいと思っていて、まあ、夜やね問題はね、まあ、あの室内とか例えばカフェとかちょっとこう屋内に入ると、まあ、400とかまで上げたりする時も全然出てくるし、夜のね光量が少ないところになってくるとやっぱ ISO 2000とかまで、まあ、上げていくこともまああったりはしますねっていう感じかな。でちょっとうっすら覚えておいてもらいたいんですけれども、 ISO とダイナミックレンジの関係について覚えておいてもらいたいんですけれども、カメラっていうのはダイナミックレンジっていう、まあ、明暗の差っていうのがあったりするんですね。 HDR ってあるじゃないですか、最近ハイダイナミックレンジ、ああいったものもそうなんですけど、 ISO の値によってダイナミックレンジの差がちょっと変わってくるっていうのがカメラになってくるんですよ。例えばじゃあ風景の写真を撮りたいってなった時に、こう風景ってさ、こう山の部分から空のこう超明るい部分から山の暗い部分とか海面とかいろんなこうさまざまなこう明暗をこう抑えたいってなると思うんですよね。でそういった時に ISO 感度を上げていくと ISO が高くなるとダイナミックレンジっていうのが低くなっていくんですよね。なので ISO を低めにしてあげて撮影をするとダイナミックレンジも広く撮影することができるので、まあ、なんかこう ISO を、ね、上げていっちゃうとやっぱこうダイナミックレンジっていうのがちょっと弱くなっていってしまうっていうことも覚えておくといいかなと思います。であと1個ややこしいんで、まあ覚えれる方だけでいいんですけど、拡張 ISO っていうのもあるんですよね。まあこれは例えば100っていうのが ISO の最低ラインのカメラで、カッコ50みたいな、なんか書いてるね ISO50 みたいなのがあったりとか、逆に上限のカッコ21600とか、まあ、51200とかもあったりするんですけど、これがまあ拡張 ISO って言われたりするところになってくるんですよ。でこれはね一応使うことはできるんだけれども、まああんまり綺麗ではないよみたいなものだと思っていていいのかなというふうに思います。これねソニーのカメラとかで動画のモードにすると結構よくあるんですよね。まあ動画ってねログ撮影をするとこういったねモードがログ撮影で、このログにするとダイナミックレンジがより広く撮れるみたいな。でもその代わり ISO のこう最小値が ISO800 とかになっちゃうんですよね。で800よりも下げることはできるんですよ。今もう320で今撮ってるんですよ。今拡張 ISO で撮ってるんですけど、この拡張 ISO で撮るとダイナミックレンジは本来より狭くなっちゃうんですよ。このデメリットがあるんですよね。でも一応320っていう暗さの部分で撮れるっていうことができたりするんで、むっちゃむずいよね、ごめんなさいね。なので拡張 ISO っていうのは使うことはできる、環境に合わせて暗くさせることはできる、もしくは明るくさせることはできるが、ダイナミックレンジは狭くなるっていうのは絶対に覚えておいた方がいいんじゃないかなと思うので、ちょっと補足をさせていただきました。まあ、なのでね、まあ、ベース感度って呼ばれるものが、まあ、基本的にカメラのね一番ね基準になる感度と言われていて、で常用感度って言われたりしますね。まあ、これはねあのノイズが許容範囲に収まっているようなねところの感度になってきます。でこの常用感度っていうのは別にメーカーとか、まあ、ユーザーのねこう結構あのフィーリングで決まることが多いと思います、多分ね。まあ、なのでね ISO の感度がオートになっていると基本的に常用感度でのねこう多分撮影になるというふうに思いますので、まあ、あのそういったこともちょっとね補足として伝えさせていただきました。というわけでですね、僕が実際によく使うモードだけね最後ご紹介させてください。こういったカメラにね M モード、S モード、A モード、P モードというふうにあるんですけれども、これね皆さんどれ使っていますかね。はい、もちろんですね M のマニュアルのモードにすると、まあ、ISO も F 値も、シャッタースピードは全部自分でね決めていくっていうような形になりますよね。逆にこの S モードにするとシャッタースピードを、自分で決める、でも F 値とかはオートでするっていうような形のモードになってきます。で僕が一番お勧めしたいのは A モードですね。 A モードがこの F 値を自分で決めておく、でシャッタースピードを自動にすることができるみたいな形のモードになっていて、僕はね最初はもう F 値を操っておけばいいのかなって僕は思っちゃうタイプなんで、もうぼかしたければ F 値を開放に設定しておけばぼけますし、で暗いんやったらもうシャッタースピードを下げてくれるし、で場合によって ISO もね、オートにしたければオートにしておけばもう結構これだけで全然いけるかなというふうに思いますので、まあ、僕は A モードで撮ることがおすすめかな。で P モードがですね、まあ、一応プログラムオートモードって言ったりもするんですけれども、
まあ、これはね僕あんまり使わないんですけれども、まあ、露出とか、まあ、ISO とかそっちを結構ね自分で手動にしておくと、まあ、適正の露出となるように、まあ、絞りとカメラのシャッタースピードっていうのをカメラが自動的に決めてくれるみたいな、そういう風なモードになっていますね。まあでも僕はね本当に一番最初に始めるなら、まあ、全部のオートっていうよりも、まあ、本当に A モードで絞りだけ自分で、合わせていくっていうのが一番ね、まあ、いいんじゃないかなって僕はね一番使うモードですね。今でも全然 A モードは使ったりします。というわけで最後もう一個だけいいですか。動画の場合だけ紹介させてください。動画っていうのは F 値はもうほんまに一緒です。写真と一緒なんですけど、シャッターと ISO だけ若干変わってくるんですね。でも動画の方が単純です、簡単です。で動画っていうのはシャッタースピードに対してある程度ルールがあるんですよね。動画っていうのはフレームレートっていうのがさらに選ぶ必要が出てくるんです。動画ってね一応こうヌルヌル動いてるように見えて、これ写真の集合体、まあ、画像の集合体になるんですよね。で1秒間に何枚写真を表示させるか、画像を表示させるかでこの値が変わってきます。これが24フレーム 24fps だったら1秒間に24枚、3060だったら1秒間に30枚60枚っていう感じになってくるんですけど、このフレームレートの倍っていうのが一般的なルールとしてはあります。なので24フレーム、まあシネマ映画とか24フレームでこう企画としてあるんですけど、24枚の映像を撮るんだったらシャッタースピードは48分の1とか50分の1とか60分の1ぐらいに設定をしておく必要があります。一方で30フレームとかであれば60分の1とかになってくるし、60フレームで撮影する、60フレームはゲームとか、まあ、スポーツの中継とかがこの60枚で撮られることが多いですね。でこの 60fps で撮る場合は、シャッタースピードが120分の1とか100分の1とか125分の1とかにしてくれると、すごく、最適なねシャッタースピード、まあ、いい感じで撮れます。でこれがね適正になっていないとフリッカーっていうねこう画面のちらつきが出てしまったりとか、あとはねこう人間の目ってねブレてるんですよね。何言ってんねんって話だと思うんですけど、今もこれね50分の1で撮ってるんで、こう僕の手がさちょっといい感じでブレてるじゃないですか。これがねシャッタースピードが速くなるとブレないっていう話があったんですけど、速すぎるとねブレなくてパラパラになるんですよね。これがねめちゃめちゃ変なねこう画質になってくるというか、こう映像のルールでは全然おかしい、本当にこう映像作品としてすごく違和感のあるね仕上がりになるので、まあ、基本的にはフレームレートの倍というふうにね覚えておくといいかなというふうに思います。でこのねフレームレートとシャッタースピードっていうのは地域によってちょっと変わってくるんですよ。西日本ですね、まあ、関西とかの方であれば 60Hz で、東日本、まあ、東京とかが 50Hz になってくるんですよ。なのでこっちだったら50分の1だし、西日本の 60Hz だったら60分の1、120分の1になってくるみたいな、そういう風にしておくと、まあ、結構ね蛍光灯とか信号機とか夜のねそういったところのこう電波のこう速さ、電気のこう発光の速さと合ってくるので、まあ、よりねこうちらつきがない、まあ、フリッカーって言ったりするんですけど、それがなくなって綺麗に撮ることができたりします。でただですね、動画の場合にシャッタースピードが50分の1とか60分の1で撮ると、外で撮るとむちゃくちゃ明るくなるんですよね。これがねちょっと欠点になるんですけど、そういった場合に、まあ、写真の時も同じなんですけど、このね ND フィルターっていうのが動画ではね結構必須になってくる。まあ動画のねこう撮影に必要なものって絶対 ND フィルターって上げてると思うんですけど、そういった理由で必要になってくるんですよ。シャッタースピードが写真より遅いのでね、動画はなので取り込む量が多くなっちゃうんですよね。なので F 値を絞ってあげてもいいんですけれども、まあ、やっぱりそれよりもぼかしたいっていうね時もあるので、ND フィルターでカバーをしてあげるみたいな形になってきます。でさらに動画は明るくなる要素がもう一個あるんですけど、 ISO なんですよね。まあログ撮影をしなければ関係ないんですけど、さっきも言っていたこのログ撮影っていうのは ISO がね一番下のラインがベース ISO っていうんですけど、それが高くなるんですよね動画の場合ってね。そのね ISO がね100とかじゃなくて800、640とか高めなんですよね。なので動画ってさらに光が入ってきやすいっていうのもあって、こう ND フィルターっていうのがね必要になってくるみたいな感じになってきたりしております。ということで皆さんいかがだったでしょうか。まあちょっと今回ですね、まあ、カメラのねこう基本的な設定をもう一回ねちょっとこう確認しようじゃないの、一緒に覚えようじゃないのっていうので、ちょっとねまあ、復習っていう方もいれば初めて知ったよっていう方もたくさんいたと思うんですけれども、ちょっとねご紹介をさせていただきました。まあ、僕も普段ですねいろんなこう写真とか動画撮るんですけれども、やっぱ最初はなんだかんだわからんかったなっていうふうに思いますし、まあカメラ買いたいけどこの辺できるかな、わかるかなっていう感じで結構不安な方も多いと思うので、まあ、そういった方のね、お役に立てたらいいなというふうに思って今回ねこういった動画を作ってみました。いかがだったでしょうか。まあ、今回のこの動画もねたくさんカメラをねいろいろ買うときに見返せるかなというふうに思いますので、ぜひね気に入った方はねこうグッドボタンで保存しておいて、またね見返せるようにしてもらえたらすごくいいかなというふうに思っております。まあ、こんな感じでこのチャンネルはね、結構いろんなこうカメラの紹介であったりとか、おすすめカメラ何選とか、また撮影方法とか、こう設定とかいろんなものをねこう取り扱っていますので、ぜひね興味の方はチャンネル
登録もよろしくお願いします。というわけで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。